こんにちは。今回のカインズ TV はペットのお悩み解決ムダ毛編です。ムダ毛処理がなぜ大事なのか、またムダ毛処理の方法をご説明します。それではチョモ、ナズナ、解説をお願いします。わかったのだ。ペットのお悩み解決ムダ毛編。普段トリミングが必要ない犬でも足や肉球の周りの毛は伸びていくのだ。肉球の周りのムダ毛が伸びた犬は室内のフローリングの上などで滑って怪我をする原因になる。しかも肉球の周りのムダ毛を放っておくと蒸れて皮膚炎を引き起こすことにもつながるのだ。だからムダ毛が伸びてきたら飼い主さんがバリカンで処理してあげたり、トリミングサロンにお願いして処理してやらなきゃならないのね。ではここからはお家でムダ毛をバリカン処理する方法を教えるわね。バリカンの持ち方から。バリカンは歯からなるべく近い部分を持つ。その方が安定感があり、作業がしやすくなるのだ。次は処理の仕方ね。まずは犬の膝あたりを持ち、足を固定するのだ。そこからバリカンをつま先からかかとの方へ向かって当てる。ここで一つ目の注意点。バリカンは肉球に平行に動かして、肉球を傷つけないようにしてあげるのだ。ゆっくり慎重に動かしてあげよう。次は指の間のムダ毛を取り除きましょう。ここで2つ目の注意点。指の間の毛は肌を保護する役割もあるので、短くしすぎないようにしてあげるのだ。特に大きめの犬や走り遊びが好きな犬は、散歩中にガラスの破片や枯れ葉、枝などの危険物が刺さることがあるので、肉球にかかるところだけカットしてあげてね。最後の注意点。指の間にある水かきなどデリケートな部分は傷つけないようにしてあげるのだ。今回のワンポイント。犬の足先はとても繊細。セルフトリミングするなら気をつけてやってあげるのだ。いかがだったでしょうか。カインズ TV ではペットに関するお悩み解決動画を他にも配信中です。またカインズ店舗にあるペッツワンでは、ペット用品はもちろんトリミングやホテルに関するサービスも充実しているので、ぜひご利用ご相談ください。ワンちゃんとオーナーの暮らし向上メディアワンコールも好評です。概要欄よりぜひご覧ください。皆さんがペットと幸せな毎日を暮らせますように。カインズ TV でした。